諸君こんばんはです。中学3年生、いよいよですね、新しい受験生になりました。頑張っていこうということでございましてね、今日は乗法公式というのを一番最初の公式を勉強いたしました。かけるかけるして同類項をまとめるんですけれど、公式で開けていくというのを最後にマスターしたはずなんです。それではですね、今日残念ですけどお休みしてしまった方、それからちょっとね、ちょっとまだ引っかかるなっていう方、ぜひねこの動画を見て確認してやって、慣れてしまえばいいので、習うより慣れようね。 Practice makes perfect という流れで慣れちゃおうという形で頑張っていきたいなと思います。それが実力になるからね、慣れてしまいましょう。まずですね、4回かけるオーソドックスなパターン、基本的なパターンで括弧を開けてみます。3年生の括弧の開け方、初めての方ばかりでしたよね。4回かけたんです。まず x×x1 回目、次に x×5 2回目、2×x 3回目、そして 2×5 4回目と、この4回かけることによってこの括弧は、開くことができたんです、ね、ですからまず1回目は x の2乗になりますよね。次が x×5 ですから 5x、 これが1番目、これが2番目です。でこれが3番目でプラス 2x、 そして4番目にかけてプラス2個の10で、真ん中の 5x と 2x が同類項ですから、まとめることができる。ね、足して5足す2で7ということになりますね。ですので、x の2乗プラス 7x プラス10。ここまで来たら、はい、丸、答えと、こういうことになったんですね。次も行ってみましょう。1番目、x の2乗。2番目、x×4、4x。3番目、マイナス 6×X、マイナス 6X。4番目、マイナス 6×4、マイナス 6C、24。そして、真ん中の部分が、同類項。ね、まとめます。X の2乗、マイナス 2X、マイナス 24。完成です。ということなんです。ただ、これは、基本的な開け方による掛け算をやって、そして同類項をまとめたというだけで、公式として使ってきたわけじゃなかったんですね。それを公式として僕らは式を開ける。それを展開するというんですが、この展開していこうじゃないか。式を開けて、括弧を開けるってことを展開するっていうんですけど、展開してみようじゃありませんか、言うんですね。この 7x の7が出るときにはどうしたかっていうと、5足す2を足したんですね。2足す5でもいいですよね、7はね。ですのでこの2とこの5を足してあげるんです。最後の10はかけてましたよね。ですので乗法公式によっての開け方は、まずこの x の2乗、そして2と3を足してあげるんです。これに x をかけるんです。で、最後が 2×3 をしてあげて、これ出てくるわけなんですよ。すると、x の2乗プラス 5x プラス6。どうですか?こうやって開けると、乗法公式を使った開け方だよ。慣れていこうじゃありませんか。過去2番です。まず x の2乗です。次は、これとこれを足してしまうんですよ。つまり、マイナス6、マイナス7ってことなんです。それに x をかけるんです。で最後は、マイナス6とマイナス7をかけてあげるんです。すると、x の2乗、マイナス13になりますよね。そして6、7はプラスになって42。こんな状況になるんです。では今度は真ん中の式を抜いて、いきなりドーンと言ってみようじゃありませんか。まずは a の2乗。次はマイナス2とマイナス4を足します。マイナス6ですよね。それに a をかけるからマイナス 6a。
最後はマイナス2とマイナス4をかけてあげるんです。うん、マイナスかけるマイナスだからプラスだよね。2子が8。どうでしょう、どうでしょう。次です。 x の2乗です。足すんですよ、足すんですよ。3が出てきますよね。それに x をかけます。そしてかけるんですよ、 5×-2 -10。 どうでしょう、慣れてみてください。5番いってみましょうか。まず x の2乗がきます。1と8を足しておきます。9ですよね。ですのでプラス 9x。 最後は1と8をかけるんです。プラス8。どうでしょう皆さん、こんな流れでいけるんです。では上級者編もちょっといってしまいましょうかね。これはね、多分普通クラス未満の方はやってない方が多いと思います。まあ、普通クラスの人ほんのちょっぴりやりました。普通補習クラスの方やってないと思いますので、一回ここでチャレンジをしてみてもどうでしょうかね。はい、それではまずは 7x を2乗するんです。なので 7x の2乗です。そして2と3足しとくんですね。そしてこれに 7x をかけるんです。最後は2と3かければいいので、こんな流れで答えが出てくれればいいんですよ。さあ見てみましょう。すると 49x2 乗。さあ大きくなってきましたね。そして2と3 6じゃありませんよ。足し算だから5なんです。 5×7 なので 35x なんです。2、3が6は大丈夫ですね。ここ辛抱できて答えが出てくるといいですね。さあここも一緒にちょっと書いておきますね。これの2乗なんです。そしてマイナス3と5を足すんです。そしてそれに 4x をかけるの、ここが難しいところですね。そしてマイナス3と5をかけるんです。ですので 16x の2乗、ここ2が出てきますよね。2が出てきますよね。 2×4x でプラス 8x マイナス35、15。いかがでしょうか。こんな形で最初の乗法公式を解いてみました。もしよろしかったらですね、テキストを使ってですね、ちょっと復習をしてもらえると嬉しいですね。次回はこれの復習と、そして次の公式を勉強してみたいと思います。はい、頑張っていきましょうね。ではまた。